ナミネーのスマイルイズグッドフォーハート。皆さんお疲れ様です。整備学園で働いているお姉さんです。今日は栃木県宇都宮市にある宇都宮港に来てます。イエイ。はい、はい、リクエストをねいただいたんです。お便り募集で。あ、本当に？そう。本当にですか？そうなんですよ。あの宇都宮港の、そうだよね、五十嵐先生と何かやってくださいみたいな。何か出したいや、そんな感じじゃないけどね。そんな感じじゃないけど深読みしちゃうの。そうなの。だから今日はお邪魔させていただいております。ようこそ。ありがとう。じゃあ自己紹介をお願いします。遅れませながら。はい、ありがとうございます。はい、宇都宮港の五十嵐です。やったやった来ちゃった。ありがとう。うん、逆出ちゃった出ちゃった。私が来ちゃった。確かに。うん、五十嵐出ちゃった出ちゃった。うん、五十嵐出ちゃった。そうだよね。はい、いや本当今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。でもね、本当リクエストしてくれた、はい、まあ、生徒だよね多分ね。生徒だろうね。いや本当ありがたい。なんかこうリクエストを、ね、してくれたんでね、今日はその五十嵐先生に会いに来れた、はい、ね、嬉しいです。久しぶり。お久しぶり。久しぶりです。え、初めましてですよね、ナミネーター。なんで、あれ、そうだな、そうかそうか、そうだな。あ、ナミネーター。ごめんなさい。なんか慣れ慣れしい感じですいません。いやでもなんか、既視感はすごいあります。なんかもう何が700回ぐらいやってる。あ、そうだよね。なんかすごい、あ、そう、私も思ったの。なんか、あれ初めましてですかぐらいのなんか距離感みたいな波長がね、もう、ね、なんかね、もう出来上がって出来上がってますよね。だよ ね。あ、同じ気持ちだったってことちょっと通じ合ってる。通じ合っちゃってた。あ、じゃあもうこれからもじゃあよろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。お初にお目にかかります、はい、お初にお目にかかります。お初に初めまして。初めまして。はい、ということで、まあ今日は宇都宮港に来ましたけれども、そう、いつもね、このラジオでは、はい、まあ、いろいろなテーマというかお題というか、まあ、適当に考えてあれ適当なんですかいつも。いやいやいや、そんなことないですよそんなことないです。いけないいけない、口がね、うん、滑っちゃって。しっかり、そうよ、しっかり考えて、で本日も、まあ、いろいろね考えてきたんですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。逆に五十嵐先生、今、まあ、夏ですよね。夏ですね、うん、思いっきり。先生的にも夏と言ったら何を思い浮かべます？夏ですか。そう、はいはい、どうぞ。海。うん。あ、まだ海だよね。はい、スイカ。うん、はい、うん、セミ。あ、セミねえ、はい、はい、山。あ、山違う。え、うん、じゃあ最後。最後、うん、あ、夏休み。あ、そう、夏休み、そうだよね、夏と言ったら夏休み。何すごい全部出た絶対夏と言ったらって言われたら絶対こういうのが返ってくるだろう。なんかほとんど出たね今ねありがとうございます。まあ、それもおっしゃる通りなんですけど、いやいや忘れちゃってるのありますよ。夏と言ったら暑いじゃないですか、はい、暑いと言ったらまあ涼しくなりたいじゃないですか。うん、なりたい。涼しくなるには、涼しくなるには、うん、涼しくなるには、うん、手っ取り早く涼しくなるには、手っ取り早く、そう、手っ取り早く涼しくなるには、はいはいはい、エアコン。そう、そうなの。怖い話よそうなの。そう怖い話。そうなんだ。ほら、夏って言ったらさ、怖い話したくなりません？やっぱ初めましてでしたね我々。そう、やっぱ、あ、ね、そっか、ごめん、だったかもしれないですね。そうだよね。あ、ちょっとやっぱり会ってたらさ、ね、本当に会ってたら そ,、ね、そこも一発だった。ナミね、きっとこういうこと言わせたいんだろうなっていうね。そうですね。うん、あ、いいんです、大丈夫大丈夫です。あ、本当ですか。うん、ありがとうございます。そう、怖い話、怖い話、怖い話したいなと思って夏だから、はい、ということで、ナミねの怖い話。怖い話。 Oh.
今ドロ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 ってなってるよ。あ、本当ですか。あのラッコさんの力でドロ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 ってなってる。なってますか、うん、今なってるよし、はい、ということで、あのちょっとこう今もね暑いんで、うんうん、なのでちょっと涼しくなろうということで、はい、まあ一人一つぐらい、はい、ちょっと怖い話をしたいなと。高どれ、え、いっぱいある？いや、え、私怖い話を全部面白くしちゃう。ダメだよ人間。え、怖くなきゃダメです。ヒヤッとしないと意味ないんだよ。まあ、夏ですからね。そうよ、うん、じゃあまあまあひとまず、はい、じゃあ私から行くわ。お、とっておきの怖い話、はい、てかまあヒヤッとする話、はい、むしろヒヤッとしすぎて汗出ちゃうかもしれない。逆に暑いわ。熱いまだいい、まだ話してないから、ま、そう、じゃあ行くよ、はい、あの本当ね夏休みとか最近うん、まあ、ちょっと自分の、まあ、自宅で起きた話なんですけど、はい、もう怖い。怖いでしょ。ナミネーのお家ってだけで怖い。なんで普通の家だけど大丈夫、はい、大丈夫そう、そこら辺まあ一人住んでるわけですよ家に。ある夜、はい、あの私もう本当に、まあ、普通に仕事終わって、はい、あのまあ、帰宅して、はい、でふーっと、まあ、自分のそのベッドがあるんですけど、はい、まあ、ベッドにちょっとこう腰掛けてぼーっとする時間があったわけですよ、はい、ね、いや素敵だと思う、うん、で、はい、ぼーっとしてたら、はい、なんとどこ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 ってある物体が目に入ってきたわけですよ。なんか黒くて、うん、足がいっぱい生えてる雲が、え、でもね、はい、普通の雲じゃないの。え、マジタランチュラみたいな雲がでっかどこ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 でっか現れたんですよ。で、なんか多分私も帰ってきてすぐに腰掛けちゃったもんだから、はい、多分向こうもまさか自分のその何、まあ、行く先に多分人がいるって思わなかったと思うの。テレビもつけてなかったし。ああ、なるほど。本当に私静かにしてたの。だから向こうも多分気づいてなくて、トコ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 音も立てずに。でも私ももうマジタランチュラみたいな雲だからもうすぐ目に入っちゃってで、それ で向こうもだから、で一瞬ハッてなったの。お互い、私もハッてなって、で向こうも多分ハッてなったの。タランチュラ、タランチュラではないよ、一応誤解がないように言っとき、はい、タランチュラみたいな雲ね。で、多分目合ってんのかな、わかんないけど一瞬お互いに時が止まって、私も動けなくなっちゃって、で向こうも動かなくなっちゃってピタッて止まったの。で、うわっどうしようどうしようってなって、怖い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 と思って、でもなんとかこの今目の前にいるあなたをどうにか携帯に収めたくて。なんでそうなる。先に私動いちゃったのよ、はいはいはい、携帯をちょっと取ろうと思って取ろうとして、そしたらやっぱちょっと動いちゃったもんだから向こうもハッてなってトコ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 って、もうさっきの倍以上のスピードで、あの私はベッドの上にいた、上というか腰掛けたで、ベッドの下に入りそうになって、うん、そこが一番ヒヤッとしたよね。待て待て、そこに入ったらもう多分2、3日会えないと思ってやだよそんな2、3日もお前と一緒にこの部屋で過ごすのと思ってヒヤッとしたでしょ。ヒヤッとしたよね今。いや多分私じゃなくてタランチュラがヒヤッとしてると思うんですよね。やだよと思ってもうそこはもうごめんと思って、近くにあったティッシュでスパッと取って、でも本当にでかかったからキュッとはできなくてそのままどうしたんですか。そのまま玄関行ってドアからティッシュごと投げて
であとでティッシュだけ回収したちゃんとティッシュは回収したからポイ捨てはダメですかね。そう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 。動物の森やります。あーもうそれはもう集まれ動物の森に出てくる集まりましたね。そう集まれ動物の森に出てきそう。ああ出てくるあれみたい。タランチュラでっか。人の頭ぐらいありますよね。ない。あまあそれもまあそうねそうね。あのゲーム上そんなでかいっけ。そんなでかい顔ぐらいある。あの何キャラクターのそうね捕まえて出したらそれはねジャジャーンの時でしょ。ジャジャーンの時でしょ。ジャジャーンの時はこれぐらいある顔ぐらい顔ぐらいある。そっかこれぐらいって言っても伝わんない。そうなのラジオのね難しいところでさ。ナミネーのさっきまでの動きは伝わってない、ね、伝わってない。そう伝わってないトコトコトコの動きが伝わってないのよ、そうだよマジで怖かったあれ本当に怖かった。お互い様子を伺ってあの時間もすごいヒヤヒヤしたっていう。でもスマホ撮ったんですよね、うん、どうしても収めたくて。なんでそんな。いやだってねだってさタランチュラ本当かよってなるじゃん。今だってなってるでしょ正直。いやまあタランチュラはさすがになってる。いやでもタランチュラはなってますね。本当タランチュラだったのなんか 色と大きさ。いや大きさは普通の雲なんだけど、なんかもう肉厚で、やだ本当に絶対見たことないよ絶対見たことないぐらいの。こんぐらいちっちゃちっちゃこんぐらいちっちゃ。いやいやだから大きさは普通の雲だって言ってんじゃん。ダンゴムシじゃないですか。大きさダンゴムシよりかはある。えどんぐらいですか。どんぐらいですか。こんぐらい私の家にもこれぐらいはいますよ本当に。そっと出す外にいるいる全然います。いやいやそれはさ、ね、なんかさなんかそうなんか今ねこう背筋ちょっとねちょっと でっかってちょっと思いながら聞いてたんですけど。じゃあ今の下りちょっとやめて。いやいや嘘じゃない嘘じゃないもん、うん、私はずっとこんぐらいって言ってたもん。ずっと固くなりサイズ言わないからじゃあはいもう、はい、もう熱くなってきちゃった。熱くなってきちゃった。いやもう熱くなってきちゃった全然涼しくあなたのターンで。怖い話ですか。そうだよもうとっておきのもう寒みたいな。あもう寒いみたいな、うん、なんかちょっとわやべみたいな、うん、怖くなったわみたいな話ですよね。そうそうそう。この前、うん、あのお盆にね、うんうん、お盆お仕事お休みいただけてたから、うんうん、久々すっごい久々に、うん、結構遠出したんですよ、うんうんうん、結構まあ、うん、ちょっとコロナも前よりかは落ち着いてきたから、うんうん、旅行とかに行きまして、うん、実家に行ったりとかそんな外で過ごしたお盆だったんですけど、うんうん軽井沢にこの前行ってきたんですよ。へえ。群馬じゃん。あ、そう、群馬。ほぼ違う長野。ほぼ群馬。いや群馬でした。住所。あ、だよね。そうだよね。群馬。住所は群馬だったけど、うん、ホテルの、うん、その紹介文には軽井沢って書いてある。うん、あ、そっか。まあ、長野ね。そう。軽井沢じゃないじゃん。いや、でもね。でも。今ね、ちょっとかっこつけました。確かに。軽井沢。あ、分かった。そうだ。軽井、そうか。あ、軽井沢は通過でしょ。あ軽井沢は通過なんですよ。泊まったとこは群馬帝国だった。ほら群ほら。あまた嘘ついちゃった。ちょっと見え張った。ね。そう群馬に行ったってことですね。群馬帝国に行きまして、うん。はいはいはい。今話題のグランピングを、ねうん、してきたんですよ初めて。いいな。食材だけ軽井沢で食材だけ軽井沢の直売所みたいなとこで、うん、なんか大量のトウモロコシみたいないっぱい買ったりして。うんうんで現地で台風の雨に打たれながらしてきたんですよ、うんうん、もう直撃だったんですよ台風。直撃だったかな。そんな中でできるんだグランピングって。ちょっとそれたけど、うん、だがしかし大雨みたいな中でちゃんと屋根があるテラスみたいなとこで、うん、まあやり、うん、で夜はホテルってよりかは、うん、ドームテント、うん、なんか最近写真とかでインスタ映えとかで見ませんか、うんうん、丸い白いテントで泊まったんですけど、うんうんうんまあテントの中が電気となんかこう手のひらに乗るぐらいのちっちゃいキャンプ用ライトみたいなああいうのしかなくて本当にそうキャンプが好きな人向けみたいな。あんま好きじゃないんでもうちょいこう快適なところにしておけばよかったと思いつつまあ夜暗い時間その中で過ごしてたら電気が急に消えたり
まあ、バツって消えるよりかはそのチカチカみたいな、うんうんうん、電気壊れてんのかなみたいな、うんうん、まあ、それと同時に台風はすごかったり、うん、雷は鳴ったりで、もうちょっと正直、まあ、最初は怖いってよりかは、うん、なんか電気大丈夫そうみたいな、うるさくて、うん、雨うるさくて寝れそうみたいな夜を過ごしてたんですね。音で起きてお手洗いに、うん、ちょっとテントから外に出てお手洗いに行って、うん、電気をつけようと思ったら、うん、まあ、扉を開けて電気つけようと思ったら、うん、奥にその手を洗 う、 こう洗面所みたいな、うん、え、怖い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 、ところに、うん、なんかこれくらい私の腰ぐらいの高さの女の子が立ってて、本当、うん、マジシシシシシ、まだ電気つけてなかったから、まあ、分からなく、うん、まあ、こっちも、うん、それは扉開けた瞬間そんなのが見えるもんだから、うん、ヒヤッとし、うん、で、まあ、電気をパチッて、まあ、つける元気もちょっと失せ、うん、まあ、一回扉を閉め、うん、一回テントに戻り、さすがにちょっともう一回見に行って、うん、すぐに、うん、戻って、うん、開けたら開けた瞬間に、うん、キャーって声聞こえて、うん、こっちもそれに付随してキャーって言って、うん、電気つけたら、うん、これぐらいのちっちゃい女の子の、うん、ママと一緒に出て隣のテントのちっちゃい女の子と、うん、隣のテントのそのママと偶然居合わせちゃった私で規制を上げるっていう、うん、群馬帝国の夜を過ごしてきました。怖っ。いや、でもね、ちゃんとやっぱあのキャーってなって、まあ、お互いすごいびっくりしたんで、そんな真っ暗だし、うん、山の中だから街灯があるわけじゃないし、うん、みたいなところでそんなのなっちゃったんで、うん、めっちゃ、あ、すいませんすいませんすいませんって後々なって、次の日の朝ごはん一緒に食べました、うん、いや、それをきっかけにね、そう、それをきっかけに帰る前の朝ごはんも一緒にどうですかみたいな、そのお母さんが気使ってそれさ、何、本当にその女の子はその女の子だったのね。あ、そうですよね。もう隣に泊まってる、うん、なんか小学生ぐらいのちっちゃい、うん、普通の女の子。そっか、なんか暗闇に、そうね、小学生ぐらいの女の子ってもうそれにしか思わないもんね、最初は。電気つけろよって思って。確かに。え、自動でつくとかじゃなくて。あ、じゃないんです、じゃないです。いや、つけよ。まずなんで電気をつけないで入ったのかから怖い。寒いですか今。寒い。本当に、うん、むしろちょっと本当にちゃんと怖くて、なんかそれこそ本当に汗が。だってもう目すごかったですもん。うん、まあ、伝わんないんですけど。うん、いや目すごかったですもん。もう女の子がーって言った瞬間に、うん、もう目ん玉飛び出そう。これこれとか。そんなにみたいな。これこれとか。そうなんだ。まあ軽井沢、そうね。まあ軽井沢長野県ですけどね。そうですね。でもあの私ずっと軽井沢は群馬だって思ってる。怖くない？それ一番怖い。それ一番。え、だってさ、軽井沢行って群馬ナンバーの車いっぱいいるじゃんとか、ね、確かに。そう、つい最近の大人になってつい最近までずっと言い張ってたから。いや、群馬だから、うん、そう、群馬だからっつって、それが一番怖い。軽井沢は群馬だからっつって、長野じゃないからっつって。いや、でも、うん、分かります。軽井沢は群馬だ。あれはなんかもう、うん、だって群馬のホテルにナビで案内してもらったら、うん、軽井沢で高速降ろされるんですよ。ほら、テンション上がっちゃうじゃんと思って。こっちも群馬だっつって。そう、じゃあ、あ、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない、軽井沢。ごめんなさい、ちょっと、上げてよ群馬群馬でも上がってってよテンション。いや、ちょっと何年に申し訳ないけど、いや、でもちょっとそうなった節はあって、うん、なんか軽井沢の標識で高速道路降ろされるから、うん、え、今日って軽井沢に向かってたのみたいな、うんうん、テンションが上がったら、うん、もうちょっと高速降りて走ったら、うん、ナビが群馬に入りましたとか言うから、うん、おる群馬ちゃん。おいおい、何これを聞いてる群馬県民みんな敵に回してる。あ、怖い、やばい、大丈夫、やばい、大丈夫、やばいですね、47分の1を、うん、いや、そんな、ありがとうございます。よかった。私最初に話しといて。ね、なるほど。まあ、じゃあ素敵なね、夏休みを過ごしていただ
いただいたというかそう、まあ、何目線過ごしてでお互いね、そうですね、うん、まあ、過ごしたということで、はい、ありがとうございました。ナミネーノスマイルイズグッドフォーハート。そうだそうだ、忘れてた。そういえば北関東のなんだろう、はい、方に来ての出張ラジオって、はい、うん、今回が初めてだ。確かに聞いてますよ私も、ね、ラジオ初めてだよね。こっちなかったですよね、ま、なかった。え、なんかある？宇都宮、宇都宮港について。宇都宮港ですか、うん、ここ、うん、なんかせっかくなんでやっぱ北関東のね、うん、なんだろう、先生だったり、まあ、これからね生徒たちもきっと出てくれると信じてますが、はい、まあ、一発目ということで、はい、まあ、これを聞いてるね、なんだろう、方々で、はい、まあ、北関東ちょっとこう考えてる、はい、の校舎、まあ、宇都宮に限らず、ね、うん、あの考えてる方も聞いてくださってると思うので、はい、ぜひその北関東の校舎の魅力、まあ、特に宇都宮、はいはい、こちら、はいはい、何かこうお伝えしたいことがあれば。そうですね、お願いします。そうですね、めっちゃ、うん、ね、すごくね広い、はい、校舎広いですか。うん、なんかまずビルがすごい。あ、でも結構、うん、こう直接見学に来てくれた方とかは、うん、なんか綺麗ですねとか言ってくれることは結構あるんですよ。出来たての校舎が多分千葉と比べて圧倒的にこっちの方が多いんで、うん、綺麗ですねとか、うん、まあ、まだ校舎ができて若いうちの生徒になるわけなんで、うんうん、なかなかない経験できますよね。1期生2期生みたいな。そうだね、確かに今ね通ってくれてる宇都宮の生徒はねもう1期生、1期生ですね、本当にもう1期生。 今何人ぐらい生徒はいるんですか？そうです、今宇都宮14人。あ、14人で元気よくもう14人とは感じられないぐらい、もう元気で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 。そう、まあそれはね、こう校舎見ても感じますよ。私もこう、うん、あえて柵だけ作って野放しにしてます、うん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 、怪我しない範囲で。そうだ、ね、遊べって。はいはいはい、いや本当開放的で。宇都宮はe スポーツもやってます ね、 ね、パソコンルーム、パソコンルーム、ね、ありますね、ゲーミングチェアで、はい、まあ、逆にあれを求めて、うん、遠くから来てる生徒もちらりほらりいたりしますね。そうなんだ、近所の校舎だと e スポーツがないからこっちにしようみたいな生徒さんがいたり、うん、いいですね、はい、宇都宮は本当にね e スポーツもできるし音楽もできるし、はい、ね、五十嵐先生もいるしで、ね、14人の生徒もいるし、はい、いやなんかね、これからがねもっともっと楽しみな。そうですね、校舎ですね北関東、はい、ね、もっと大きくなっていく予定なので、うん、2期生3期生入ってきて、うん、はい、教室の中もちょっとまだ整ってない部分も正直あるんですよね。まあね、これね、はい、それもなんかこう一期生の生徒たち、まあ、生徒たちとみんなでなんかこう作り上げていけるって結構大、あ、なんだろう、新機構のなんか醍醐味みたいな感じだよね。うんうん、いやもう本当にクラブ活動とかめちゃめちゃやってもらってます。ね、そうだよね。うん、なのでぜひぜひ宇都宮校、はい、オープンスクールはねもう終わっちゃった、はい、終わりましたけれども、はい、これからねまた説明会もありますから、はい、ぜひぜひあのご案内が出ましたらぜひお問い合わせいただければね。はい、もう直接見に来てもらうのが絶対一番ですね、うんうん、ね、はい、ぜひこれを聞いている北関東の皆さん皆さん皆さん宇都宮でお待ちしております。お待ちしております。本日のラジオは残念ながらここまでになります。あ、残念だ。本当？え、残念だ。あ、本当？はい、うん、全然残念って顔じゃないよ。めっちゃ笑顔で残念だって。いや伝わらない。伝われ伝われ。本当っつって。伝わらないかな、うん、終わりです、はいはい、残念、うん、次回の、はい、次回の配信9月29日金曜日の18時からです。やっぱ夜なんですね。そうそうなの。
肉の日だよ次。肉？うん。26日。肉。肉、はい。うん。肉の日。ちょっと脳みそ溶けてた。暑いからね。うん、暑いですね、うん。の18時からになります。それでは来月も皆様のハートにスマイルを。またねー。